さあ、始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、はい、私の出身ですね、慶応義塾大学文学部の2020年の英語について公表していきたいと思いますね。割れてますね、回答が。各予備校。で、なんかね、コメント欄にね、各予備校で揉めてるところに触れねえじゃねえかとかって来てますけど、いや、だって名誉に関わるでしょ、それぞれの。あんまり言っちゃダメですよ。個人的には言ってますよ、毎年。いろんなね、T とか S とか K とかですね、知り合いはいたりするので、言ったりすることはあります。これ違いますよとかってね。まあ、過去問演習の時にね、自分で調べるのでいっぱい、そこで答え変わるとかっていうのはありますけど、今回ね、割れてます。で、しかも、予備校で自分にの対策を聞きに来た人たちに言ったところが見事に割れてますね。はい、やっぱりね。だから難しいんですよ。出たね、イマジナリーフレンドですよ、ほら。で、授業で散々説明したやつ、まさか出るとは全く思ってなかったけど、出た。浪人生も現役生もこれは説明してると思います。イマジナリーっていうところが出てくるときに言ったんですけど、いろんなね、ドラマとか映画に出てくるんですよ、この想像上の友達っていうね。ちっちゃいときに、ね、それいることが結構あるんです。アメリカっていうのは、赤ちゃんのときから一緒に子供と寝ないんで、赤ちゃんは赤ちゃんの部屋で寝るので、まあそれが影響してんじゃないかとかって言われてて、で、昔のそのアメリカ人の彼女とかもいたので、イマジナリーフレンドがね、ちっちゃい時に。なんで、その辺の話は知ってるので、そのことに関して原因とか影響とかっていうのを昔調べたことがあるので、自分自身。だからもうすごい読みやすかった。すごくわかりやすい。で、この慶応文受ける人とかよく言ってるけど、実験ものは分かっておけと。どういう実験なのかっていうのはきちんと分かることが重要ですよ。まあこれは別に慶応文受ける人だけじゃなくて他の大学学部でも重要なことですけど、やっぱりね、こういう実験系はよく出るわけですよ。で、うちのいつも一緒に仕事してる、教材作りとかしてるアメリカ人にも聞いてみたわけですよ。どうなのって言ったらね、あ、いたいた自分も、つってますね。ナッカーペッカーっていうのがいたよ、つってましたね。そう。ここにも書いてあるけど、変な名前なんですよ、そのイマジナリーフレンドっていうのはね。で、あまり覚えてないらしいんですけど、自分ではね。ただその時、親がね、話聞いてたりして、覚えてたって。で、大体なんか悪いことして怒られたりすると、そのナカペッカーのことをすごい責めてたって言ってましたよ。ね、そういうふうに、アメリカ人っていうのは、まあ、ここでイマジナリーコンパニオンっていう名前ですけども、そういうのがいることが結構、子供時代にそういうのがいることが結構あるんですよ。はい。で、見ていきますね。最初の、クラン1、まあ当然あの空所補充っていうのは慶応の文っていうのは辞書を引けますから、当然文脈でやらないといけません。まあこれは簡単だったでしょう。スペキュレーションに関してはね、この後ろのバットがヒントになるわけじゃん、ね、systematically に研究した人はいないよって書いてあるから、そこからスペキュレーションはすぐに出るでしょう。で、1個目の日本語訳、いい問題ですね。もう本当にね、これ見た時にね、来たな、さすが慶応大学文学部っていうですね、そういう印象を受けましたね。このインディペンデントをどうやって訳したらいいかわからないですね。うまいですね。これをだから独立したとかってやっちゃったらもうボロボロなわけでしょ、ね、両親の独立した描写とかってやっちゃったらもうゲームオーバーですよね。いや、いい問題ですね。子供たちが描写したものと、ね、親たちが別に描写してるっていうね、やつを言わないといけないわけですよ。下線部3の和訳ですね。ここがまあもう割れに割れてるわけでしょ。だこの they なんですよね。conclude that they indicated のこの they が一体指してるものが一体何ぞやっていうので揉めてるわけですよ。まあもう説問見た時点で、あ、こいつ出たなっていうふうに思ったわけですよ。だから代名詞っていうのは辞書引いたって当然載ってるわけないですよね。だから形文出してくるんですよ。はい。で、今回はだから考えられてしまうものがいっぱいあるわけですよ。the vividnessっていうのが2つあるから、 vividness and the vividness の2つの vividness なんじゃないかって思っちゃう人で、次は imaginary companions ですね。これも they でさせるでしょ。で、emotions、はい、させますね。さらには children っていうのもあり得るし、psychologists っていうめちゃめちゃ可能性がたくさんあるわけですね。その中でどれか、それが分かってないともう和訳ボロボロですよね。この動画が上がってる時にどうなってるか分かんないですけど、ね、各予備校の答えが割れてるのはそういうことですね。ここの they を指すものが分かんないからです。うちのね、ネイティブさんの意見では、これは、この they は imaginary companions だっていうふうに言っておりました。このようにね、they の指すやつっていうのは気をつけなきゃいけないって、そう質問に来た子たちに言ってたんですよ。で、これ訳さなきゃいけないんですか？訳さなくてもいいんですか？って来たわけですね。あの代名詞。訳さなくても分かるんだったら訳さなくてもいいよって言ってましたね。でも、
だから彼らとそれらっていうのでもめちゃくちゃ間違う人が多いから、物事なのに彼らって訳しちゃう人がすごく多いから気をつけなきゃいけないよって言って教えたやつですね。で次が The Understanding。 Understand っていう単語はね前に出てるから、あ、ただ訳しにくいのか、うん、日本語にしづらいのか、該当箇所過去語はもうなんかもうアクトって来てるし、アクト来たらアズイフじゃんっていう風にも自分は思っちゃったけど、そんなことわかんないけど、シーワーってなってるからね、仮定法の形取れるやつでアズイフ、まあアズイフってね仮定法じゃないことの方が多いんですよ実は。でもまあまだね堅苦しい表現としては仮定法で使われますから、ね、一発で解ける問題です。はい、次の和訳はまあ sweetly か、これをどうやって訳すかとか、あとはこれですね、この関係詞の間に思う you が入ってる they thought とかね、こういうの好きなんですよ大学入試非常に出すよねよくね。で however weird it とか it が指すやつ、 it might seem to them ですね、この it や them っていうのが分かってればですね大丈夫でしょう。まずいはずのブロッコリーをさこのね実験の人が食ったりしてうめえとかって言ってね、なんじゃそりゃみたいになってるやつよね。続いてthe same thing か、the same thing が指すもの、まあ前のね段落に書いてある嘘についてのことですから、それで答えられるんじゃないかな。あ、 D にね引っかかる人がいると思うんだよね。この get under one's skin っていうのが、これがイライラするって意味なんですけど、どうもですね辞書を引くと深く理解するっていう風になんか載ってるらしくて、他人のことを理解してるってことなんじゃないですかって来たんだけど、ああそういうのもあるんだと思って、ちょっとね一応うちのネイティブはそんな意味ねえって言ってましたね。イライラさせるみたいなね、トランプみたいなやつだとか言ってね、言ってました。そうね、こういう風にね英和辞典引くとね逆に混乱させちゃうっていうのはあることはあるんですよね。それ気をつけなきゃいけない。Imaginary Companions のいい点っていうのは、なんかねこれいっぱいまとめなくてよくて楽だよね、こんなんね、わざわざ探してこなくてもいい、固まってるからだいぶ楽だったんじゃないかなと思いますね。で最後、尺文ですね。使える表現を持ってくるわけですが、まあ今回は There's no ing の形が出てたからですね、 There's no denying っていう風にね、書きゃいいし、否定の deny っていう単語も出てましたよね。で、あと傾向がある tend to も出てたから、本文中になんか最後の方に固まってたね、この辺のね。ポイントとしては、そう、都合、自分の都合をって言って、コンビニエンスってやるよりも、都合はインタレストとか、デザイアーズとかね、そっちの方が自然な英語になるだろうって言いましたね。もうちょっとカジュアルな言い方だったら、ニーズとか、ワンツとかね、こういう表現で、都合っていうところを結構変な風に訳しちゃう人が多いんじゃないかっていうのが、わかんないです。コンビニエンスでどの程度点が引かれるのかはわかりませんが、おそらくここが狙いだったんじゃないかなっていう印象です。もちろんね、There's no denying を使わなくたっていいわけですからね。We can deny とかって言ったらね、簡単に表せるからね。そういった表現でやるっていう手もあったと思いますね。レベルとしては、 The Imaginary Friends について話してたから、自分たちの教え子にとっては来たみたいですね、知ってるみたいな感じで、ね、エピソードトークもしてますから、 Desperate Housewives っていうですね、デスパレートな妻たちっていうドラマの人エピソードがあるんですよ。 Imaginary Friends に関してのエピソードがあるんで、その話を授業中してると思うんで、そういったことを背景知識がある人だったらめちゃめちゃ読みやすかったと思いますね。だそれを知らないで Imaginary Companion っていうのを、当然辞書引いたって載ってないわけですから、それで調べて、うん、どういうことなんだろうって分かんなかったら、まあ読解力が必要なんで、読んで、ああこういうものなんだって分かんなきゃいけないので、ちょっと難しかったって思った人もいるんじゃないかなと思いますね。まあおそらく全く分からずにちんぷんかんぷんになっちゃった人もいると思います。2019年もそんな難くなかったんで、18年が難かったんだよね確か。18年がなんかね答え分かれて大変だったよね。なんで難しくなるんじゃないかとかっていう予想を立ててた人もいたんですけど、まあそこまで変わらなかったかなと思いますね。やっぱ難しかったポイント、さっき言ったようなインディペンデントのとことか、デイの指すものとか、やっぱり辞書が引けても答えが出せない、それが慶応大学文学部、そして国語力を試すと言ってますから、綺麗な日本語でやってやってくださいね。なんか無生物種語構文なんか気にしなくていいとかですね、気にしてやってください、ね、多分模範解答を作ってそれで採点してると思いますが、おそらく完璧な解答の方は本当に綺麗なやつになってると思いますので、ぜひ和訳の訓練ですね、慶応文受けるんだったら訓練をきちんとして受験に臨んでほしいなと思います。はいね、受けた皆さんお疲れ様でした。私の後輩になれるといいですね。私は関先生とかね、
ね、後輩になれるといいですね。はい、これについてコメントしてほしいとかっていうのがあったら、どんどんコメントください。今ね、いっぱい解いてますし、あとちょっとね、まあ、質問多かったやつとかちょっとまとめようかとも思ってますんで、はい、ぜひぜひ見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.